どうも、アキです。パワプルアプリやっていきましょう。今回はついにこちらの第3回 SR 選択ガチャ券を使っていきたいと思います。最近復刻されていて、まあ狙ったんですけど引けなかった神高を選ぶのかと思いきや、思い切ってね、今回神楽坂を選びたいと思います。はい、今 PSR プラス4を持っているので、もうここで思い切って混ぜたいと思います。と言いますのも、この PSR プラス4ができたのがサンバ新島をね、PSR プラス5を作った時で、でまあそこからサンバ新島をね非常によく使っていて、まあ野手育成ばっかりやっていたと。でまた最近ルシファーが出てきて、ルシファーを使ってね、シラッシュで野手育成ばっかりやっていて、要は最近野手ばっかり作ってたんでね、この神楽坂を使う機会がなかったんですが、まあルシファーの投手とかもこれからちょっとね使っていきたいなっていうところで、もう思い切って神楽坂ね狙おうと思うんですよね。タックが 20% 増えます、これが通れば。でかすぎる。やっぱりこのねプラス1できてるかどうかで相当なね差ができてくると思うんで、もうここは思い切っていきたいと思います。まあ逆に今のガチャをもうちょっと引こうかなとも思っているので、神高、そっちで引ければいいかなと。かつルシファーを投手で使うと、ちょっと神高がねちょっとなんか霞んで見えるんですよね。体力めっちゃ削るし、金徳も確定じゃないっていうところで、まあそんなところがいろいろありまして、はい、神高を、迷っていた選択ガチャ券で神楽坂思い切っていきたいと思います。なかなか復刻も来ないと思うんで、この間来たばっかりなんでね、思い切っていきます。お願いします。来い、頼む。よっしゃー、やったぜ。ご視聴ありがとうございました。神解放おめでとうございますという方はぜひともグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。よし、これでね、しばらく投手作れてなかったんですが、まあ最近コメント欄でね、そろそろ投手作ろうよっていうのも一件いただいていたんで、投手作っていきたいと思います。やったぜ。まあ神高はちょっとまた自力で引きましょう。後日、まあバッチとの兼ね合いもあるんで、はい。クイーンバタフライすぐ、プラス5作れれば引かないかもしれないんですが、プラス5できなかったら、まあもうちょっとだけね、追加で回そうかなと。まあエミリーも強そうなんで、思っております。ということで、いやー、あのコメントくれた人ありがとう、本当に。これはもうコメントのおかげと言っても過言ではない。本当に、いつもご視聴いただいている皆さん、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。